府中市の大国玉神社に奉納されている2メートルの大太刀、おじゃ丸が8年ぶりに群馬県桐生市へ。2022年9月11日、群馬県桐生市の有林館にて、日本の神朝ミュージアム主催のイベント、1日限りの身振り同時展示、おじゃ丸、刀匠工藤正重、ひろみが行われました。ただいまより日本の神業ミュージアム府中大国玉神社神宝の刀剣おじゃ丸特別展示、イベントタイトル1日限りの身振り同時展示、大太刀おじゃ丸ひろみ刀匠工藤正重テープカットを執り行います。それではテープカットに先立ちまして、桐生市長荒木啓司様よりご挨拶を頂戴いたします。荒木様どうぞ。はい、皆さんおはようございます。ご紹介いただきました桐生市長の荒木でございます。今日は BS 日テレさん、そして神業ミュージアムの実行委員会の皆様方の主催により、また奈良さんの方に仲立ちをしていただいて、このような素晴らしい催し物を企画していただきまして、厚く感謝を申し上げたいというふうに思います。大国玉神社に奉納献されたお茶丸につきましては、平成26年にこの桐生市におきまして特別展示をさせていただいております。そして本日8年ぶりに再展示をさせていただく機会を作っていただきましたことに対し、大変光栄に存じますし、ありがたく思っております。開催にあたりご尽力いただきました大国玉神社様、そして府中の教育委員会様もはじめ、関係する全ての皆様方に厚く感謝を申し上げたいというふうに思っております。本日のイベントが成功のうちに成功なされますことを心から懸念し、挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。荒木市長ありがとうございました。続きまして、府中市大国玉神社権宮寺沢谷淳様よりご挨拶を頂戴いたします。沢谷様よろしくお願いします。ただいまご紹介いただきました東京都府中市大国玉神社より参りました権宮寺の沢谷と申します。本来でございましたら宮司がご挨拶申し上げるところでございますが、あいにくしゃぶご対応のため、私が名代としてご挨拶いたしますことをお許しいただければと思います。先ほど荒木市長様のご挨拶がありましたように、我々が桐生に参りますのは実に8年ぶりでございます。前回平成26年におじゃ丸の特別展示をさせていただきまして、大変素晴らしい企画となって、展示させていただいたことを大変昨日のことのように覚えております。その時は桐生新町の町田鉄祭並びに大野八右衛門没後400年ということで、宝石さん森本さんにさせていただきまして、おじゃ丸の展示を拝見いたしました。あまりで昨日のことのようでございます。そして今回日本の神業ミュージアムという素晴らしい企画で、改めましておじゃ丸が展示されますこと、我々としても大変嬉しく思っております。こちらのおじゃ丸でございますが、桐生を作った男として知られる大野八右衛門さんが、慶長18年、1613年に大国玉神社に奉納された刀でございます。ルールと歴史を持っている刀でございまして、こちらの刀、大野八右衛門さんの上司でございます代官、大久保長安さんが政変によって処刑をされてしまうんですけども、処刑される直前に神社に奉納された刀ということで、刀剣にはその時の心境なども綴られておりますが、そういった歴史もおじゃ丸から感じていただければ大変ありがたいと思っております。また現在世界はコロナ陽性で大変な状況になっておりますが、実は疫病にも大変ゆかりが深い刀でございまして、安政5年、1858年でございますか、江戸でコレラが大流行した際にですね、
府中の町も大変コレラの患者で悩まされましたが、そのコレラをですね、退散する刀として近隣の村々を回ったという記録がございます。当時の人々は病気も医療もですね、発達しない時代でございますから、そういった刀に思いをかけて疫病を退散させたんだと思いますが、きっとこのおじゃ丸もですね、現在流行っておりますコロナウイルスをきっと吹き飛ばしてくれると思いますから、そういったお力もおじゃ丸から感じていただければ大変幸いでございます。今回ご用意いただきました桐生市、そして八王子市、また府中市、それぞれが、ますます発展することをお祈り申し上げまして、私のご挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。そのたびともありがとうございました。それでは、これよりテープカットに移らせていただきます。メディアの方、手を挙げていただければ名刺いただきますので、はい、どこの方、じゃあまず正面にお願いいたします。右手の方にご専用目線を見ていただけますでしょうか。それではテープカットを参ります。5秒前、4、3、2、1、お願いします。それでは、奈良様のご先導でどうぞ皆様どうぞ前の方にお進みくださいませ。会場の方にお進みくださいませ。プレストの皆様どうぞ続いてお入りいただけますでしょうか。こちらの二振り、向かって左側は BS 日テレのシリーズ特番日本の神業スペシャル第3弾で桐生市の刀匠工藤正重さんの担当場にひろみさんが通って作った日本刀、そして右側に展示された小太刀は刀匠の工藤さんが作ったもので2021年のコンクールで受賞した作品だそうです。こちらが全長2メートルの大太刀、おじゃ丸。徳川家康の家臣、大久保長安の手代で桐生を作った男と呼ばれる大野八右衛門が府中市の大国玉神社に奉納しました。刀工下原照重の作と言われ、府中市の重要文化財に指定されています。現在は府中市大国玉神社の宝物殿に所蔵されているおじゃ丸、市の重要文化財なので桐生市で保管をすることができず、今回はたった1日限りの特別展示なんです。運送会社の人たちが慎重におじゃ丸をトラックに積み大国玉神社から運び出します。そして桐生での展示が終わり次第、その日のうちにまた神社に返さないといけないのです。これが法華経です。諸仏不是者、最後まで、今私が読んでいます。奉納して長安さんが亡くなり、その11ヶ月後に本人も亡くなる。自分がどういう死に方をするかすらおそらく察知してるんではないかろうと。そうでもない限りはこの法華経を取り入れなかっただろう。ただこの我は私は満足しているってことは、桐生の町をほぼ完成に導いた人間ですから、ほとんど自分の思う通りな立ち町ができたなと。でこの時には、本人が亡くなってからしばらく経ってから永昌寺という天台宗のお寺を新築するんですが、横山町のそれをもって桐生は完了する。ですから、大野の八右衛門が、亡くなってちょうど34年後に全てが完了した。10時のオープンから間もなくたくさんのギャラリーが訪れ
イベントは大盛況。皆さん、キリンって何年前からできたか知ってると思います？300年、400年、500年、どのくらいだと思います？400年、大方だってます。今年で正確には431年目です。で、なぜその年代を設定してしまうかというと、これは大野八右衛門という、武士が桐生にやってきて町を作った。その背景はまず徳川家康まで遡ります。また徳川家康が関東に入りますね。関東に入ってきて江戸とかそういう町々を見るともう山だらけ、平地なんてろくにない、そういったところを家康は江戸の町を作っていくという計画を立てます。それと合わせて地方にもその息を吹きかけます。その第一人者が大久保長安、不調和って言いますが、大久保長安という代官は金山奉行をやったり銀山奉行をやったりものすごい力のある武士、その人は八王子の代官に任命されます。で、八王子をまず町を作る。その代わりにもう一人重要な人物を選びます。当時手代が3人いました。その3人の中の1人を桐生に派遣します。なぜ桐生ですか？桐生は周辺から織物が非常に盛んだった。周辺には生糸も盛んだった。そうすると江戸幕府を作るにあたっても、江戸と直結させるにしても将来のことを考えたら繁栄する町というのをまず着目する。その着目点が桐生、つまり周辺赤城山麓はみんな桑畑でしょう。桐生の産地としては申し分ない。そうすると桐生は将来性のある織物産地として絶対に着目する。そういう角度から大野八右衛門という人物を桐生に派遣します。当時は荒れた土地、荒れた原、荒戸村、荒戸町、非常に何もない村が桐生でした。今の本庄通りっていうのはもともと何にもない、ただ一つプツンとあったのがコロナ権現という神社です。今の本庄三丁目に市営アパートがありますが、その市営アパートの土地にコロナ権現というのがあります。で、もう一つこんもりとした森がありました。こんもりとした森は赤城の森と言いました。もともと赤城の森は赤城神社を移ってました。そうすると大野八右衛門は発想は赤城の森とコロナ権現を結んでみる。そうするとその延長線上に新川がある。この一本道を作ると都市計画としてはいいではないかと思います。当然思ったでしょう。そうすると赤城の森、コロナ権現を結んだ延長線、そうすると一番いい方位がここで結ばれる。方角は表の鬼門、裏の鬼門、つまり江戸と全く同じ方向で桐生は作れる。江戸を作った時に一つのキーワードは二社二神、二つの神社に二つのお寺、しかも宗派は天台宗と浄土宗でなくてはならない。それは家康が信仰していた対象。そうしますと上の江戸では神田明神、それから上の寛永寺、裏の鬼門には比叡神社、芝増上寺、これが二社二神で、しっかりと守りを固める、邪気を払うという意味ですね。そういう方位に全く桐生が当てはまるところがあった。そうしますとこの計画通りに行けば桐生はいい産地にもなるし、いい発展する、いい都市計画ができると大野八右衛門は踏みました。そうしてこれから着々と進みます。まず真っ先に赤城の森を天満宮にする。それは梅田の方から天神様を持ってくる。まずこれが一つの仕事です。ですから天満宮という名前はその後につきます。その次、浄雲寺というお寺を、新宿村にあったお寺ですね、今の新宿通り、その新宿村にあった浄雲寺というお寺を新川の旗に持ってくる。それが浄土宗、そしてしっかりと裏の鬼門に抑えることができます。そういうことをやっていって着々と都市計画が進みました、ね、そしてその後に今度はもう一つどうしても必要なのが常見の稲荷。
剣村というのは当時あったかな、あのすぐ近くに小笠剣っていうのがあるんですが、それを今の川岸町の方に持ってきます。新しい町を作って新しい都市計画を作ったという点では、この桐生新町と大野八右衛門、そして親方の親分の大久保長安という一つのキーワードは決して忘れてはいけないことだなとつくづく思います。梅田町で元作っております工藤と申します。今回あの BS 日テレさんの日本の神業スペシャルの企画で、あの桐生さんに刀作りの工程を手伝っていただいて、一振り作り上げて、でなんかその刀を用いて、抜刀剣道をするという、まあ、そういった企画であの携わらせていただきました。正面向かって左の刀がヒロミさんの、作った刀で、まあ私の名前の正しい正しで作るって書いてあるんですけど、裏側には整えて中大、まあ、整っていうのはヒロミさんの名詞で、まあ、ヒロミさんの家に代々伝わるようなものとするという、まあ、いわば家宝とするというような意味合いで、字を刻んであります。まあ、ヒロミさんとても器用な方で、鉄を打ってもらったり、あと反対側の方はヒロミさんが刃物を作る、刃物を入れるときに塗る粘土をヒロミさん自身に塗っていただいて完成させました。まあ、実際その粘土塗るのもなかなかコツのいることで、普通一般の方にやらせてみてもまず全然形にならないんですけど、とても器用な方があって、ほとんどやってしまうからちょっと正直驚きました。まあ、それに比べてこちらの子たちは、一応モデルがありまして、まあ、それこそ日光の、まあ、二川山神社に国宝の子たちがありまして、来国として鎌倉時代終わり頃の名工がおります。その名工が作った、まあ、現在国指定の国宝に認定されている国宝の子たちをイメージして作ったもので、昨年の、現代刀飾展という、まあ、いわば全国コンクールで優秀賞をいただいたものです。こちらは短く、子たちが短いので、まあ、脇差しみたいに見えるんですけど、まあ、太刀と刀っていうのは基本的に明確な違いがありまして、鎌倉時代から室町の中頃にかけては、その太刀というものを戦では中心で使われておりました。鎌倉から、まあ、室町の初めぐらいまでは騎馬戦が中心だったので、まあ、馬上で使うということを想定した姿形になっています。戦闘様式の変化に合わせて変わっていったものを我々は踏襲して作っております。まあ、そういったところも、一応知識としてとどめておいていただければなと思います。それでは時間がもう5時までしかないので、皆さん、この3部に、ご堪能いただければと思います。本日はありがとうございました。午後5時、イベントが終わると同時におじゃまるをケースから取り出します。重要文化財ですから、ちょっとでも傷つけたら大変、丁寧に布にくるみ箱に収めます。そしてトラックに積んで府中市の大国玉神社まで運びます。今回おじゃまるを提供してくださった大国玉神社の皆様、多大なご協力をいただいた奈良正一さん、東証の工藤正重さん、本当にありがとうございました。そして2023年、群馬県桐生市に神業が復活。日本の神業ミュージアムのメイン会場だったギャラリー前輪で、2月11日から桐生神業2023が開催中。江戸時代から昭和にかけての桐生市の古地図や鳥観図や、現代の名工大沢直也さんによる組子細工の工芸品など、桐生の歴史やものづくりの町ならではの神業を展示。さらに桐生の特産品の販売も行っているので、ぜひ足を運んでみてくださいね。今日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価
コメントよろしくお願いします。